スワマは日本の男性プロレスラー。本名、旧リングネーム、スワマ公平。神奈川県藤沢市出身。全日本プロレス所属。ジップがプロレスファンで、スワマも幼い頃からプロレスのテレビ中継を好んで見ていた。富士霊学園藤沢高等学校時代は、柔道部で活躍し、中央大学進学後にレスリングを始めて、首相となる。 卒業後はクリーナップに就職し、レスリングを続けた。2001年12月、天皇杯全日本レスリング選手権大会、フリースタイル 130kg 級に出場。準決勝で田中秋人、3位決定戦で沢田直樹に敗れ4位となった。2002年7月、全日本社会人選手権では両スタイル優勝、10月の国体も、 吉田聖太郎を決勝で破り初優勝を果たす。12月の天皇杯全日本選手権大会、フリースタイル 120kg 級では、決勝で田中昭人に破れ準優勝となった。2003年5月、全日本選抜選手権、フリースタイル 120kg 級決勝で田中昭人を破り優勝。9月に行われた。 世界選手権に出場するも予選敗退で18位。12月の天皇杯全日本レスリング選手権大会フリースタイル 120kg 級では決勝で前年と同じ顔合わせとなった田中昭人に敗れ2年連続の準優勝となった。2004年のアテネオリンピックを目指すが自分の階級の出場枠がなくなったこともあり、長谷博士のスカウトで27歳で、 プロレスに転校。2004年4月に全日本プロレスに入門し、同年10月11日高楽園ホール大会にて、長谷博士戦でデビュー。試練の七番勝負初戦では、ベーダーと戦い、ベーダーのその巨体を投げ切った。この途中でヒールターンしたため試練の七番勝負は5戦しか行っていない。2005年1月4日には、ヘビー級バトルロイヤルで優勝し、 賞金100万円を獲得。後に、武藤慶治と組んで世界タク王座に挑戦した。2006年1月8日の大阪大会で、ブルド・マーダーズへ加入し、ヒールターン。同年2月にリングネームをスワマに改名した。同年のチャンピオン・カーニバルでは、当時三冠ヘビー級王者の小島聡を破り、準優勝。6月10日の熊本三井グリーンランド大会。 無搭載にて三冠王座に挑戦したが敗れた。2007年のチャンピオンカーニバルでは予選敗退を喫した。同年12月に行われた世界最強タッグ決定リーグ戦には小島とのタッグで出場し準優勝。2008年1月3日の後楽園大会にて VM を離脱した。同年4月決勝戦で棚橋博を下しデビューから最短で チャンピオンカーニバル優勝を果たした。同月29日には、三冠王者の佐々木健介を、破りデビューから最短で三冠ヘビー級、王座初体感を果たした。ブール・マーダーズ離脱後9月28日、グレート・ムタに破れ三冠王座から陥落した。同年の世界最強タックリーグ戦には、近藤修二とのタッグで出場し準優勝を果たした。 2010年8月29日、鈴木実を破り2度目の三冠ヘビー級王座を奪取。翌日には全日本プロレス選手会長に就任した。同年9月10日、後楽園大会にて観客の矢地に激怒し、観客席にマイクを投げ、全日本プロレス側から厳重注意と3ヶ月間30%の減給処分を下された。同年12月、 ハマ・リョータをパートナーに迎え世界最強タッグリーグ戦に出場し5年連続の準優勝を果たした。同月第37回プロレス大賞で主勲賞を獲得した。スワマは今年1年いろいろ先頭に立って全日本プロレスを引っ張っていこうという行動がこうやって主勲賞という形で評価されたのは嬉しいとのコメントを寄せた。2011年4月。 チャンピオンカーニバルにて、長田博士と対戦するも敗北。結局優勝決定戦には進めず、長田のチャンピオンカーニバル制覇を許してしまう要因を作ってしまう。同年6月、両国国技館大会の三冠戦にて長田に勝利し、リベンジを果たす。同年7月、チャンピオンカーニバル準優勝の真田と三冠戦を行い勝利。この三冠戦は、 無党体制になって以降の入門生同士による初の参観戦となった。同年10月、チャンピオンカーニバルで対戦する機会のなかった秋山ひとしとの対戦を熱望し、両国大会での参観戦で激突するも30分を超える激闘の末にスターネスダストアルファーで破れ参観王座から陥落。この試合は同年プロレス対象ベストバウトの選考にノミネートされた。 2012年、スワマの出身地である藤沢市で5月12日に地元外線工業と名打って全日本プロレスがチャリティープロレス大会を秩父の宮記念体育館で開催し、当日は1850名の監修を集めてメインイベントに出場、勝利を飾った。同年10月21日、名古屋国際会議場大会にて上土リングとシングルマッチで対決。 戦いを通してジョー意気統合し、ラストレボリューションを結成する。同年の世界最強タッグでは、決勝進出を果たしたものの、優勝決定戦では、ゲットワイルドに敗れ準優勝に終わる。2013年3月17日、両国大会で三冠王者であった、船木正勝を下し、3度目の三冠ヘビー級王座を、大冠。L、R に、近藤修二。 和林中野上康文が相次いで加入し、戦力も増強した。2013年6月、白石体制が発足し、多数の選手、スタッフの離脱が示唆される中、井の一番に残留を表明。新生全日本プロレスの名実ともに、エースとなった。一方で、L、R のメンバーも自身と女王以外は対談の道を選び、L、R は解散。 7月より2人でチーム、エボリューションを結成する。同年10月22日、新潟県の三上大会にて、エボリューションで世界タック王座に挑み、5度目の正直で体感。これにより、無党以来の参観ヘビー級王座、世界タック王座を同時に所持する五冠王となった。しかし5日後の27日、両国大会にて明けぼのに敗れ三冠王座を手放す。 2014年1月、チャリティー、山戸大会諏訪町おこしボリューム3のプロモーションとして、コンビニエンスストアローソンの追加店長体験イベントを行うなど、リング外でも精力的に活動。同年6月28日、札幌定戦ホール大会にて、秋山大森高尾組に破れ世界タッグ王座から、陥落するが、翌29日の同会場にて大森を破り、 4度目の三冠ヘビー級王座を獲得した。しかし7月27日の後楽園大会で同志である上都の初防衛戦に敗退する。2015年5月5日、イグフ大阪大会に来場し、藤田和幸と睨み合い、対戦をアピールした。11月1日の広崎大会にて佐藤光とのタッグで船木剣道家臣と対戦した。試合後、 家臣のセコンドとして、来場を予定だった藤田が登場、エプロンサイドで煽り合いを展開し、乱闘寸前まで至った。そして同月15日、天竜源一郎の引退興行にて藤田とのタックマッチが実現した。試合開始直後、3分にも及ぶ睨み合いをしながら、壮絶な打撃戦、場外乱闘も展開したが、終始藤田とは噛み合わず、 消化不良のまま試合は岡林が関本をゴーレムスプラッシュで仕留めた。試合後、藤田が空気を読まずマイクパフォーマンスをしたところに、スワマは、俺は天竜さんみたいな熱い試合がしたいんだよ。と絶叫し、観客の後押しを過労じていた。世界最強タッグには、互いにパートナーをかく宮原健人とタッグを組み優勝。しかし試合後の握手を拒み、 宮原を袋叩きにし、宮原に、ネクストリム結成のきっかけを与える。2016年1月2日の後楽園、ホール大会で秋山を下して、自身5度目となる三冠ヘビー級王座を獲得したが、その試合で右足首に違和感を覚えて、後日病院で精密検査を受けたところ、右足アキレス腱完全断裂が判明したことにより1月12日に三冠王座を返上して、 治療のために休養に入った。7月15日、後楽園大会にて復帰。同年の王道トーナメントにて初優勝し、満を持たして、宮原との参観戦に挑むが敗北。世界最強タッグでもネクストリムに一歩及ばず、グループ敗退となった。2017年、留学生の時代から、長年苦楽を共にし、L、R 時代からのパートナーであるジョーが、 脳腫瘍より完全復帰するものの、7月にはエボリューションを脱退。一方で、前年よりフリーランスとして参戦していた石川修司とのコンビ、暴走大巨人を結成する。王道トーナメントでは2年連続で優勝を飾り、10月9日の後楽園大会では三冠戦で、 宮原を下し6度目の大冠を果たすも、12日後の同月21日横浜文化体育館大会にて、上に敗れ3冠を、質感。世界最強タッグでは、暴走大巨人で参戦し、優勝、同年のプロレス大賞にて最優秀、タッグチーム賞を獲得した。2018年は、前年の勢いを借り、1月3日に暴走大巨人で、世界タッグ王座を獲得。 しかし、約1ヶ月後の2月3日、横浜文化体育館大会で、宮原吉田つぐみに敗れ初防衛に失敗。藤田和幸や剣道家臣らのはぐれ、イグフと構想しつつ、6月30日には、札幌で、暴走大巨人として2度目の世界タッグ王座獲得。4度の防衛を重ね、世界最強タッグでは、準優勝となるも、プロレス大賞最優秀。 タックチーム賞を2年連続で受賞した。2019年1月13日の後楽園大会で、関本大輔岡林雄二に敗れ、世界タック王座から陥落するが、同年3月19日に同会場で脱会。チャンピオンカーニバルや王道トーナメントでは、結果が出ず、世界タック王座も9月3日に、ゼウスサイリオを2組に敗れて放すが、世界最強タックでは、 暴走大巨人で優勝し、3年連続でプロレス大賞最優秀、タックチーム賞を受賞した。2020年1月2日、ゼウスサイクミより世界タック王座を奪還し、暴走大巨人として4度目の大冠。新型コロナウイルス感染症の流行により、工業数が激減する中、三冠王座の連続防衛記録更新を狙う宮原に挑戦し、勝利。 7度目の体幹を果たすと同時に、自身2度目となる五冠王に返り咲いた。しかしタイトルは防衛しつつも、制裁を欠き、秋にスライドされた、チャンピオンカーニバルはわずか1勝の再下体、世界最強タックは、住んでのところで優勝を逃す。また、世界最強タックに優勝した宮原青柳組の世界タッグ王座挑戦を受け、負けたら、暴走大巨人の解散を宣言。 2021年1月2日の選手権試合に敗れ、公約通り暴走大巨人を解散させた。その後も参冠王座の防衛は続けてきたが、チャンピオンカーニバル優勝者のゼイクリーを迎え撃つ6月27日、大田区総合体育館大会を前に、新型コロナウイルス感染症への罹患が判明。大会を欠場するとともに、参冠王座を返上した。 レスリング仕込みの柔軟なスープレックス系の投げ技と自慢の怪力を生かしたパワフルな技が多い。しかし、試合中に観客に対して物を投げるなどの粗暴な面の他に雷人名に脳震盪を起こしてしまうなど小足屋としての一面を併せ持つ。対戦相手にラストライドをかけるスワマ参冠ヘビー級王座ジャピオンカーニバルともデビューから3年5ヶ月という ジャンボ鶴田をも上回る、史上最速で制覇している。暴走大巨人この記事は以下のカテゴリでも参照できます。スワマ公平に関するカテゴリありがとうございます。